ピシャンシグです。どうもマサイ。本日はですね、なんか普通にショート動画とか俺見てるわけよ。まあ自分らも出してるってのもあるからね、うんうん、でなんかいろんな動画見てる時にそんなに自分好きちゃうぞってぐらい同じ動画がめちゃくちゃ出てくる時があるね。自分らの動画じゃなくて自分の動画、自分の動画が出てくる。まあフィッシャーズの動画の切り抜きシーンみたいな、うん、まああるよね、うん、それの俺のシーンがめっちゃ出てくる時があって、うん、何なんだろうと思ってずっと見てたら、ちょっと前にやったダンシングジェスチャーゲームなるものあるじゃないですか。はい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 、まあ、なんかダホがやろうよみたいなこと言って、ね、それじゃあみんなでやろっかっつって、あれ面白かったよね。そうそうやってたんですけど、中のですね、俺のお邪魔女ドレミを踊ったやつと緑黄色社会さんのメラを踊ったやつ、うん、あの2つがすっげー回ってきた。うん、何度か見てるの。歌詞を入れたバージョンとかさ、うん、そう歌のせたバージョンとかがすっげー切り抜きで回ってきて、うん、なんでこんな出てんだとコメント見ると結構いいコメントがいっぱいあって、うん、結構求められてるものなのかなあの撮影の、まあ、ちょっと軽く裏話をするとあれ実は一人大体このくらいの曲数でいっかみたいな感じなんですよ。意外とね乗ってくるとね 4,5 曲やったりするそう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 俺ちょっと他の曲やりたいみたいな、うん、いやちょっと俺いや次のやつなら分かると思うみたいな感じで結構やってるんだよ。だからやってる側も楽しいのよ。今まで結構曲数あったんだけど、うん、まあちょっと久しぶりに、まあ、第3回ですかね。どうしよう。続いてるね。ダンシングジェスチャーゲームやっていこうと。おっしゃー、楽しみだよねあれ。またぜひ切り抜いてください。そうですねこの動画では音源つけられないんで。そうなんだよね。だから俺らも音源つくと、あ、そうそうそう、こういうとこ、こういうとこってなるんだよね。そうそうそう、二度楽しめます。二度楽しめますね。今回初参戦が、お、来た、はい、あ、初めてです。おー、新入り、うちの天才ハッカー。何ハッキングするの俺最近このイジリずっとしてる天才ハッカーなんだろ絶対メガネだけで決めてんだよどうなるかだよね、今日初めてで。いや、もしかしたら乗ってきたらさ、めちゃくちゃおもろいかもしれない。あると思う、うん、なるべくこう伝えなきゃいけないから歌詞に沿った動きとかね、分かりやすい、うん、既存のダンスがあるやつはダメなんだよな。そうだね。そうそう、恋ダンスとかのさ、あの、ふーたりを声って言うけど、こういうのはダメ、うん、あ、もう一瞬で上がっちゃうもん。そうそうそう。あとこれ一個気をつけてほしいの、ついつい口ずさる。あ、わかるわかるわかる。そうそう、鼻息とかで出ちゃうんだよね。そう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 。歌詞がさ、多分パクパクって出る可能性あるから。パクパク多いかもね今日ちょっとやっていきましょう。おっしゃー、誰から行く。うわー、もう始まる。ひしゅうきさんじゃないですか。俺から、ね、俺から、わかりました。結構流行りとか行くタイプだから案外俺はね、うん、曲幅も結構人によって違うからさ、そこも、ね、そこも結構楽しいと思う、うん、じゃあちょっとやっていきましょうか。よっしゃー、はい、よしやりましょう。うわ、何にしよう。あいつの選ぶ曲だろ。まあでも流行りどころから来そうな感じはするけど、ね、まあそっちかな、うん、はい、オッケー。おー、これいけっかな。ダンスが俺らがどっちもちょっとむずいかもしんないけど行ってみます。お、じゃあまず、シルクのジェスチャー、マジで頼むよ。シルク、いきまーす。はい、お願いします。おお、言ってんな。はあ、
なるほどね、一番遊び終わるってことね。全部切ってる、泣いて、塞ぎ込んで、まだ落ち下げっぽい。困った、心が痛い、何も考えられない、自分の…あ、サビっぽい、サビ入ったっぽい、ここ絶対サビだろ。おー、イエイイエイ、なんか意味ないんだよ、口から何言ってんの、叫んでるから怖っ、絶対意味ないんだよ、ハートここに来て新しい、すごいフルでやったのこれ、マジでフルでやってるのこれ、悲しいかな、フルでも分かんねえぞ今、分かってる人分かってるんだろうなこれ、はい、終わり、まさかのフル、フルやりましたよいやー疲れた、テンポ早い、めっちゃ早いよ、はい、何の曲でしょう、いや分かんないけど一旦答えたの多分違うけど、はい、イエーイって言ってたから、ああ魂レボリューション、違います、違う、違います、なんか腹つてたよね、近寄ってくる人たち、まあ結構流行ったね、もう人もがそもそも流行ってる、ジョタゲーみたいなのも入ってさ、おお、ちなみに映画の曲にもなってる、テンフィートではない、違います、あーなんだ、俺もそれ調べて、あー、スラムダンクのね、スラムダンク、でもこの始まり方じゃないサビが、あー今のいいところで、その映画見たのもこんなだったら多分俺だけかもしれんけど、マジか、もしかしたら、いや多分どっかで聞いてると思う、いやもうなんか俺に限らず多分どっかで聞いてんじゃない、あ、聞いてる、主題歌とかさそういうのってさ CM とかで流れてる、流れそうだね、どっかで聞いてるの俺絶対聞いてる、うん、でもなんだろう、これ体探し、ああ体探しって橋本環奈ちゃん主演の映画があるんですけど、それの主題歌で、アドちゃんのこのリベリオンっていう結構アップテンポ目の激しいやつなんだけど、ホラー映画の主題歌なの、すごいね、そう、ハイテンポだね、そう、ハイテンポなんですよ、はぁーチェケラララチェケ、これチェックね、あーこれ難しかったな、いやもうすごいでしょ、俺の熱今やったね、会場盛り上がってんね、なんか懐かしめのやつを、あー夏メロ感あるよね、ちょっとみんな分かりそうなやつでいきます、あ、はい、おー、やった、いきなり始まるからね、オッケいや何してんの
あー分かった。いや違う、本当か。でもこれループしてんだよね。まだ途中だよ。歌ってる。口から。え？ゲロやん。ゲロは君だ。たまに出てくるあの気持ち悪いお顔みたいなのなんか。ね。続きはいかがですか。うん。
ないもんな。光を張る。朝帰って光を張って。光。光さした。なんだ、うんこみたいなのなんだなんかね、うんこ殴ってんだよ、なんか。ちょっと待って、太陽に向かってちょこちょこなんだろう。わかんない、なんだ。ハハハハ、飛んでった。これだとこれです。じゃあおしまいか。終了。わあ、夏祭り。違います。違う。俺は世界一つだけの花だと思う。ああ、リズムが違うなと思って。なんかうんこに殴ってた。そう、うんこ殴ってた。そうそうそう、ちょこちょこなんか危ない感じがして、なんか出してきたんだよね、太ももから。なんか俺らは絶対してる。わかった。え、わかった。マジで。わかった。え、夏目のところで分かった。全力少年。正解。おー、さあ、積み上げたものぶっ壊して血と汗で。血か、これ血の表現が怖いよ。確かに全力少年か。まあ俺ら卒業シーズンで聞きまくりましたね。そう、全力少年トモラもそうだね。トモラもね、俺もね、小説出したけど、トモラもあの人はもう5時からですからね。全力少年どもらどもからどっちからいい。いきまーす。目取った今。スマッキー、めっちゃムキムキなやつ。クルコムキ。なになにお、なんかこれっぽいな、ヒント。まあ、出た。熱い。重い受け取れるんだよな。確かに重い受け取るっぽいね。なんだ今の。え、おならかかった。クラクラしてる。あれなんだ。はい、ハートだよね。またハート。違うな。ぬゆきさん、これ浮かぶ。ここからラストサビです。おう。
チャです。わかんないな。なんか時計となんか愛を叫んで、うんうん、なんか時計やったのよ。でも最初はあれだと思ったのよ。コースの剣の愛。ああ違います。じゃないか。渋谷で五時。確かに5時だったわ、うん、まあ渋谷で5時あ、だから間違って7時だったよ。そうだね、ラブレボリューション21。あ、それもね、頭に良かった。頭に良かった。でも絶対違うから今。そうそうね。はい、どうですか。君が好きな先みたい。正解しゃーっしゃー。君が好きだと叫び、あーすげー、ここ凍りついてる、凍りついてく時をぶち壊したい。あーやかった、すっきりした今。大好きっ子、スラダン好きだよ。スラダン好きだよ。確かに確かに確かにね。髪型だ、お前マッシュルーム、マッシュルーム届くよ。お前なんだよそれ。本当にたまにあるアニメとかでなんか猿が DJ やってる時、誰が猿が DJ やってるんだお前。はい、オッケー、いきます。はい、シルク2曲目いきまーす。あ、待って、俺も分かったかも。ほら、あ、待って、いや、待って、ポテチ食べてポテチ食べるストーリーになっちゃう。
きなポテチ大きなポテチ大きなポテチ入れちゃった。あれ森なんじゃない。ジャンプ飛び上上でした。上すごい。上下に上下 に, 上下にちっちゃい箱のポテチいっぱい運んできて雨が回って一丁目で開けて、あれだあれだ、大きな大きなお前なんで窓開けたら大きなポテチだ。お前デレコさん、ごめんごめんごめん、私からお笑い、はい、お笑いポテチが、ポテチポテチ大きなポテチ、ひっくるくって大きく食べ過ぎて大きくなっちゃって、ポテチをへそくり、ポテチへそくり、ポテチが見てやっぱりやらない、ポテチを服につけた。お、いいね、いいな、コンソメだ。あー、書いて、コンソメ、あー、食レポやっとくれしたんだけど、いらない、いらない、ポテチしかいらんのだよ、俺はポテチがいいのー。あ、いつらがポテチ、ポテチ、そろそろポテチここにある、これ、お前のもポテチ、ほら、あげるよ。いや、ポテチストーリーじゃん。そろそろ、ほら、やっぱポテチだ、ポテチほら、ポテチ以外食べちゃうと痩せちゃうんだよ。ポテチしかいらないんだよ俺は。ほらこのポテチはちょっと固めだ。おいおい、なんだよお前これ。終わりですよ。この問題もうダメだ。ちょっと音デカめでやったけど、なんで盛り上がったの。こっちはポテチ食べるストーリーを全部当てれこしてない。やっぱり固い。一度当てたら大きなポテチ。ポテチ最初と最後が結構一番わかりやすいポイントかも。歯に挟まるって歌詞を探すのなんかいける気がする。サビでいける。一応これね、それ多分サビにあるんで。そうそう、まあそうだよね。じゃあサビいった。分かった。ほんとミックスナッツ正解。隠し事だらけ、いかん砕いてもなくならない、本命が歯に挟まったまま。おそっか、ポテチじゃなくてナッツだったんだ。ナッツだった。袋に詰められたナッツのようなポテチだったよ。やった。体に騙されやられましたね。キャストミス、キャストミスだ。いきます。はい。死んだの。あーあー、そうだわ、マジだ。
顔してるな。あー、これがね、これが何かって想像したときに俺はあれが出てきて、あ、待って、俺も分かったかもしれない。あー、そっかそっか、そういうことね。コミカルだな、あいつ顔。はい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 、あー、分かってほしいから、分かった、分かった、分かった、こんだけ並べるとやっぱ出てくるな。やっぱリズムってすごいね。目がやばいよ。決まってたもんね。決まってた。あ、簡単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 。あ、分かった分かった分かった。俺も絶対あって、俺も絶対あってもん。あー、疲れた。どうぞ。せーの、キックアップ。セーフ。今一番終わりました。なんか分かんないな。いや、頭痛いんかい。うるさい。おかしい。うん。そう。
その約束。約束破った。仮面が。仮面が。仮面を取った。食べる。食べてます旅なんだと思うんだよな、リモコンだよ、テレビを切った終わりです。あれかな、違うけど言ってみていい？どうぞ。ちょっと半分当たり半分外れぐらいの。おお、なんだ。宇多田ヒカルさんの光？正解！来た！すげえ！来た！すげえ！テレビ消しに来た！そう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 。私のことだけを見ていてよ。やっぱりか！すごい！携帯とかで曲流しながら見てみてください。そうですね。うん、何これ、あいつエンディングでも踊ってくれるの？エンディング踊るの？エンディング踊るわ。本当だよ。エンディング踊るんで。はい。はい、じゃあ。違うエンディングが始まったのか、何のエンディングなんだ、いきなり始まったんだけど、ただなんか、ただのエンディングって言ってることか、え、まさかの最終問題、え、チャンネル登録よろしく、せーの、アデュー、よせまずいよ、今年の漢字はダイヤモンド、伊勢まで目指そう、おー